こんにちは、工場長です。今日はこちら、ドゥドゥーン、もこもじオリーナ。こちらご存知の方も多いのではないでしょうか。2016年クリスマスの女の子の人気のおもちゃランキングで1位だそうです。あとコメント欄の方でもこれで遊んでくださいっていうやつを結構見かけて、そっからねちょっと気になり始めて私も買ってしまいました。で、私編み物ってすごく苦手なんですけど、これならできるんじゃないかなと思って、ちょっと今日はこれに挑戦していきたいと思います。よし、開けていきましょう。よいしょ。おお、すごい立派な本体。まずこちらが本体になります。なんかおもちゃとは思えないほどしっかりしています。そして毛糸もついています。モコモコしたやつと、あとポンポンのついたやつ、そして縦糸の4種類入っています。続いてシャトルが2本、串、平織りプレート、折り出し棒が2本、縫い針、パンチカード、そして説明書、以上になります。はい、それでは説明書に従って作っていきたいと思います。最初にこの縦糸を本体にセットしていきます。この前のレバーをこうくるっと回して、この細かいやつが外側に来るようにセットするらしい、こんな感じ。そして後ろのこの糸巻き輪もくるっと回して、あ、これはこのままで良さそうですね。こんな感じでセットします。本体のセットができたら縦糸をつけていきます。まず縦糸をくるっと輪っかを作って、その輪っかからこっちの短い方の糸をこうクッとクッとクッと引き出して輪を作ります。で、この輪っかを本体の引っ掛けるところの一番端っこにこう引っ掛けます。そしてこの毛糸をずっと持って、このガイドピンを通ってさらにその後ろのフックに引っ掛ける。そしてそれをまた前に戻して、そして前の布巻き輪の次2番目のフックに引っ掛けるということですよね。わかんない、説明書見てる感じだとそうなんですけど、これを繰り返して全部糸を張っていくらしいです。ヒュッと、で、ラストガイドピン、よし。そして止めるって書いてたけど、どうやって止めるんだろう。普通に無線のこっか、ここ糸通しのキュッと、これでいいか、グッと止めます。これで縦糸のセット完了です。続いて横糸の準備をします。私はこの紫のホワホワの毛糸を使っていきます。で、この穴に通してだいたい5センチぐらい1回かけて、まあ、この辺は多分説明書見れば大丈夫かな。こうかけてかけて裏にかけて、これをだいたい15回ぐらい繰り返していきます。はい、ここまでできたらようやく編むところに入っていけます。で、この平織りプレートっていうのがあるんで、これをこうグッと上げてここに差し込むらしい。そしてこれをガチャッと戻して、そうしたらさっき用意したこの横糸で、この間にこのシャトルを通していけばいいんだって。ヒュッと、こういうことか。で、もう一個ポンポンの毛糸も用意しました。で、このポンポン毛糸も一緒につけていきます。シュッと、おお、ボコ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 してる。よいしょ、こんな感じですかね。一番最初のこの端の毛糸はこの一番端っこの縦の毛糸に結びつけておくとのことです。そしたらここをガチャンとやるみたいです。いきます。はい、と、あれ、おい。で、そしたらまた次はこっちの左側から右側に向かって毛糸を通す。ヒュッと、で、これもですね、
ね、これもちょっとボコ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 、これでまた溶かして、でまたガチャンとガチャン、そしてまた右から左に通すと、はい、ヒュッと、すごい、なんか編めてない？編めてるよ。でまたガチャンと、でもこれを繰り返しやっていきます。ひょいひょいひょいっと、ガチャン、これは簡単だ、すごい。まだね、多分10分ぐらいしかやってないんだけど、こんな感じになっております。普通に可愛い。こんな感じで自分の好きな長さまで編み終わったら、ハサミで切ります。そして残ったこの縦糸を切っていきます。ちょっと長めに切っちゃいます。よいしょ。でこの残った糸は 2,3 本ずつ束ねていきます。ということで今日はモコモジオリーナで遊んでみました。いやもうね、すごいしか言えないですね。大人も十分楽しめるし、もうなんていうか、おもちゃの域を超えているんじゃないかなと思います。毛糸もなくなったら普通に100均とかにたくさん売っているので、それを使えばいいので、長い目を見て楽しめるんじゃないかなと思います。いやこれはびっくりです。そんな感じでこの前はプニジェルとかクレアジュエリーナもやっている動画もあるので、気になる方はそちらも見てみてください。そしていいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日はこれで終わります。バイバーイ。